じゃあジャンプしていきましょうか。せーの、はい、到着したぜ。食べよ、うん、肉食べよ、肉食べ放題だ。お肉食べるぜ、イエー。はい、今回は焼肉キングに初チャレンジということで楽しみにしていたんですけど、焼肉キング駒沢公園店に行ってきました。ちょうどこの日は韓国フェアっていうのをやってまして、キングコースを2980円ですね、食べました。なんと幼稚園児のアリちゃんはただ、小学生のリーガ君は半額ということで、かなりお得だなと。うまっ、うまいよリーガ。めっちゃでかい、これ切るのかな。ちょっとね、あのね、一個一個食べるシーンとかを本当は撮りたかったんですけど、みんな夢中で、あ、パパが延々と焼くっていう動画が流れますが、ご了承ください。本当にね、あの焼肉キング超おすすめ。そうじゃないですか、すごいね、お肉もすごく良くて、あとこれチーズかけ放題石焼きチーズヤンニョムチキン、これあの店員さんが来てくれて、チーズをいくらでもかけていいよって一つ1点もらいます。チーズたっぷりかけてもらいました。すごくないですかこれ、すごいでしょこのチーズ。チーズ好きにはたまらない。ポテトじゃねえ、好きだと思う。これが、ですね、自分で混ぜ混ぜして混ぜて握る韓式ツナマヨおにぎり。ぐちゃぐちゃにしろ、ぐちゃぐちゃに。はい、キムチとかたくあん、ツナマヨ、あとネギとか、そういうのぐっちゃぐちゃにして、これ子供とかでもね、あの楽しめるかなと思いました。いいじゃないですか、こういうなんか粘土みたいな自分で作るみたいな。じゃあいいよ、ください。で本当にね、これあの見た目はぐっちゃぐちゃなんですけど、すごいでしょ。これくらいの、でもおでんとばっこにめっちゃうまかったね。おむすびちょいと入れておすすめです。すごくないこれ、ぐっちゃぐちゃなんで大丈夫なのこれ。スーパー、スーパーよ、スーパーっぽいやつ。2個くださいよ。中盤に2個ってみんないらないって。そう、これ終盤に頼むかっていうね、ご飯もの。パパはね、今日食べ放題だからお肉ばっかりでお腹いっぱいしようっていう算段で来たらご飯も食べてなかったんだけど、最後にご飯が2丁来たんですよ、嫌がらせ。もちろんパパが食べました。アリちゃんノリノリだね。枝豆食べな。食べた。ここにこれにこれにこれにね。あ。めっちゃノリノリ。楽しそうですね。それともなんかすごいね、楽しかったみたいです。食べ過ぎたようです。これお座敷っていいですよね、転がれて、まあ、ちょっとお行儀悪いですけど、ご了承ください。大ちゃんの大好物のアイス、クリーミの。今日どうでしたか、美味しかった。美味しかった。お肉食べた。本当だよ、あんま食べてないだろ。あんま食べてない。これから
まだまあ、くだ熊沢公園はね、どうだろう、お兄ちゃん足痛いって言ってるからな。だとすればいい。みなさん、やっほー、やっぴーだ。大丈夫でした。どこに？めっちゃ美味しかった。うん、はい、というわけでめっちゃ美味しかった。焼肉キング熊沢公園店美味しかったです。今まで食べてきた、はい、お肉の中で一番美味しかった。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンも押してね。